タムリンはイングランドスコットランド国境に発する伝説的なバラット及びその登場人物。妖精の女王に囚われたタムリンが真の恋人によって救出されるという筋を取る。人を変身させることで捉えておくというモチーフは広くヨーロッパの民話で見られる。この物語はいくつもの物語や歌や映画に本案されている。 同じ主題を扱うとされる同盟のリール曲がある。ヤロン川とエトリック川の合流点近くのカーター法、物語は、カーター法の森を通る乙女は、タムリンにその持ち物か処女を奪われてしまう、という警告で始まる。若い女性がカーター法でダブルローズを積むと、タムリンが現れ、許可なく人のものを取るとはどういうことか、と尋ねる。 すると彼女は、カーター法は父親から相続した自分のものであると言い張る。帰宅したジャネットは自分が妊娠していることに気がつく。いくつかのバージョンではこの話を広げており、どうしたのか聞かれた彼女は、赤ん坊の父親は妖精であり、自分は彼を愛していると宣言する。彼女がカーター法に戻って、バラを摘むとタムリンが再び現れて、その行動に抗議する。 再開時に彼女はタムリンがかつては人間だったかを尋ねる。彼が明かすことには自分は落馬した時にそのまま妖精の女王に捕らえられてしまった普通の人間だったことを明かす。妖精たちは7年ごとに捕らえた人間を地獄に十分の一勢として差し出しており、タムリンは今晩ハロウィンの夜に自分の番が来ることを恐れている。彼は 妖精の騎士の一団として馬に乗っているという。ジャネットは白馬とその他の印で彼を見つける。タムリンの指示に従い、ジャネットは彼を白馬から引きずり下ろし、強く抱き止めて彼を助ける。タムリンは妖精が自分を様々な種類の獣に変えて手放させようとするが、決して自分はあなたに危害を加えないから、離さないようにしてほしいという。 最終的に灼熱する石炭に変えられた彼を井戸に投げ込むとタムリンは人間に戻った裸だったためジャネットは彼を隠さねばならなかったが求められた通りに行動しついにタムリンを勝ち取る妖精の女王は怒るが敗北を認めるタムリンの羊をロキスバラの領主の孫とするバージョンもある彼の名前はタムリンが最も一般的だがバージョンによって トムライン、トムリン、若いタムリン、タムイコールアイコールリン、タムレインなどとなっていることがある。1549年に出版された、スコットランドの訴えで羅列された、たくさんの中世騎士道物語の中に、若きタムリーンのお話が挙げられており、少なくともこれ以前のものと考えられている。タムリンの物語を翻案した作品の一部を挙げる。チャイルドは、 妖精の難航などの物語でよく見られるように人間が妖精を見ることができないようにする手段として目つぶしのモチーフを取り入れた。ジョセフ・ジェイコブスはこれを逆転させタムリンが自分を助けてくれる人間の娘が見えないようにする手段と解釈した。ハインド・エチンというバラットには主人公とヒロインが出会う最初の場面で全く同じ宿がある。以下はアーティスト タイトル、アルバム、年などを含む、このバラットの注目すべき、レコーディングの一部、ジョン・ディ・バトンによる、モア・イングリッシュ・フェアリー・テイルズのタム・レインのイラスト。ありがとうございます。